お世話ベビーカー、お出かけ三輪車、いちごの赤ちゃん、アニマル帽子のロンパース、玄関、ミクちゃん、カコちゃんが登場します。ごちそうさまでした。あー、お腹いっぱい。リカちゃん、今日はパパがお仕事でいないし、お家の中を片付けたいから、みつこちゃんをお散歩に連れて行ってくれない？いいわよ。みきちゃん、まきちゃんはお片付け手伝ってくれない？はい、お片付け手伝います。にゃおー。着替えもしたし、準備 OK。 けんくん、ミクちゃん、カコちゃん、今日はお天気がいいから帽子をかぶりましょう。ケンくんの帽子はゾウさんの耳、ミクちゃんの帽子はクマさんの耳、カコちゃんの帽子はウサギさんの耳。ミルクも入れて準備 OK。もう来たいのね。じゃあみんなでレッツゴー、行ってきます。リカちゃん、お願いね。さて、私たちもお片付けしますか。やろうやろう。今日はお天気が良くてあったかいわね。お散歩気持ちいい。ふんふん。リカお姉さん、こんにちは。あら、リカくん、こんにちは。何してたの？お母さんにお買い物を頼まれて。リカくんは偉いわね。リカお姉さんは何をやってるんですか？みつごちゃんたちのお散歩よ。みや。みじゃがいた。リカくん、牛乳落っこちたわよ。ではさようなら。にゃー、ミーシャはリクくん好きだもんね。じゃあ私たちも行きましょう。じゃあ洗濯しましょう。全部入るかしら。ぎゅうぎゅうだ。洗剤と柔軟剤を入れて洗濯スタート。回ってる。テーブルを片付けて、あー、綺麗になった。じゃあ次は台所ね。すっきりした。お洗濯が終わったわ。よっ。無理やり干したわ。次はお風呂掃除。シュッ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 。ピッカピカ。綺麗になったね。リカお姉ちゃん帰ってきたらびっくりするよね。そうだね。はぁ、やっと終わった。休憩しましょう。あ、お散歩楽しかったね。ただいま。リカお姉ちゃん、おかえり。わっ、痛い。あら、ミキちゃんどうしたの？ミキちゃん大丈夫？足が痛いよ。どれどれ。あー、痛そうね。病院に行こうかしらね。ミキちゃんどうしたの？階段から転んじゃったみたいなの。これから病院に連れて行くわ。その方が安心ね。じ
じゃあリカちゃん、みつごちゃんよろしくね。わかったわ、任せて。ベビーカーをバギーにするよ。できた。じゃあ行ってくるわね。